いやー夏だね、完全にサマー。サマーといったら海だね。そう、海だ。私が海の精霊だ。いや、海そのものだ、地球だ。そんなわけで今日はなんで海に来てるかっていうと、そう、水の遊泳が来てるからだ。水の遊泳を引くために海に来ている。別に悪いことじゃないだろ。さあそんなわけで引いていきたいと思うが、その前にちょっと見たいものがある。運極に近い人々でございます。彼らがもし万が一ラファエルとかね、このラファちゃんとかもし当たろうものならもう運極ですよ。しかもこれは通常のラファエルしか運極じゃないので、このクリスマス仕様のラファエル、これが運極になったらそれはそれでいい感じに仕上がる。まあ根気になるということですね。根気じゃない、紋章力か。まあいい感じですね。いろんなキャラクターがいますので、はい、まあちょっと狙っていけたらなというところでございます。はい、じゃあ行きますか。ちょっと音が聞こえないんだよね、海だから。それは許して、行きます。全然行けなかったね。言っとくけど全然行けちゃうから、舐めたらあかんからね。爆笑しないから基本的に。なぜいきなりそんなことはあっちゃいけないよ。ストライクショット2だった。完全決まってる。めちゃめちゃかっこいい。待って、闇の遊園だわ。闇の遊園じゃんこれ。まあでも30連目でも盛り返すんでしょ。いくよ30連目。ストライク C ショット決まった。これは多分ね、ラファエルが出る。ラファエルが出る。どういうことこれ、なぜこうなる。確定来ないか、しょうがない。いやラファエル欲しいですよ、どう考えたって。だってさ、運極なんであと1体でそりゃ欲しいよね。星5が見れて嬉しいよ、僕は幸せだね。夏といえばサマーだからな。ストッキングショット2回で。あーもう全然ダメじゃないですか。暑いな外は。いや暑いよ外、めちゃめちゃ暑いよね。みんなね、あの熱中症にならないように、まあ撮影だったりとかゲームするときは外は絶対ダメですからね。お部屋の中涼しいとこでやろうね。はい、ショットショット。えっ、2回転した。あるよラファエル、キューー来るんじゃないの。頼むよマジで、ラファエル、ラファエル、ラファエル。エンジェリディーは嬉しいけどラファエル。えっ、嘘、嬉しい。えっマジ、ありがとう。これは嬉しい、普通にシンプルに嬉しい。マジかよ、ありがとう。ナスとはこのことよ。よっしゃー、嬉しみが深い。ポンと。さあというわけで、うん、まだもうちょっと参るね。うん、まだ参る。もうラファエル当たったからいつ終わってもいいんだけどね。正直なとこね、ぶっちゃけだって満足だもん。お、え、嘘、え、マジダルタニャン、え、待って待って、これすごくない。ダルタニャンに
なんか出たよ、変な人が。近いんだよ、これもね。彼もアトランティスだ。変なこと言っちゃったけど、アトランティスね。アトランティスの謎というのだったら昔、あー、これも64か。まあまあ、まだまだ遠いんだね、ダルとかは。はいはいはい、まあ、全然近くないということで。エンジェリーディーバだな、贅沢言えば。あとエンジェリーディーバが欲しい。うえーサマー、ありがとう。さすが海、海の遊園だな。エンジェリーディーバ出たらやめよう。まあ甘くないだろうがね。ラミエル、ラミエル嬉しい、全然嬉しい。どうした急に。前さ3連続でヒゲあったよね。あれマジ衝撃的だったな。今更だけどめちゃめちゃ衝撃走った。よし、あと10連ぐらいしとくか。ポン、十分でしょ。エンジェリーディーバー出なかったけど全然十分な結果になったとわしは思う。おお、装備ありがとう。いきます、ラストストライクショット。いやもう十分、もう満足。今回の水の遊園は闇の遊園じゃなかったよ、全然良かったよ。ただギコちゃん一番推してるのはやっぱ重心カノンだけどね。昨日の動画もあるけども、ギコちゃんじゃねえ、忘れた、海がねおすすめするのは。お、だからみんなせっかくだから引いちゃうよ。涼しいな、まったく涼しすぎてヘドが出ます。頼むよ。嘘、すっぺーな、特にないもんな、もう、あ、混ぜるもん特にないわ。あ、まあそんなわけで、あ、ラミエルも65か。あ、だんだん上がってきてはいるけどね。多すぎだわ、そもそも。もともと進化神が分けついてる。はい、そんなわけで今回大満足な結果になりました。この後ね、本日リネレボ公式大会出ますので、皆さんよかったら、チェケラッチョしてみてください。ということで以上、海でした。バイ。